酔い、これから始める春の酔い。こんばんは。というわけで始まりました、タカ散歩、司会のタカです。よろしくお願いします。司会でもない散歩するだけの男、タカです。よろしくお願いします。今日は下北沢に来ております。なんかね、再開発が進んでちょっと監督さんと待ち合わせがうまくできなかったですね。なんか今日は僕バンドやってるんで、ちょっとここに期間限定のタワーレコードができているということで、ちょっと無料の、宣伝ですね、配布の CD を置きに行こうと思ってます。じゃあ早速行ってみましょうか。こちらです。僕さっき着いたから歩いてたんですけど、本当に街が変わって全然俺迷子でした。何回も酔いつぶれてますから、ね、だから記憶に残ってる店はよっぽど美味しかった店か、あんまり酔わなかった店だけなんで。あとこの街よく先輩に会います。だからちょっと緊張してます。Q とか行く？いや、 Q はちょっと今日は大先輩ライブやってるんで会いましょう。さっきも僕一人で監督遅かったから飲んでたんですよ。あ、そんなこと言ってる間に着きましたよ。今日の第一目的地タワーレコード。あれだ。じゃあここでどうしましょうか。準備します。じゃあ中入りますか。まず、はい、このまま入っちゃう。このまま入ってみよう。入って中掘っても大丈夫。ライブハウスごとにちゃんと紹介してくれてる。すごいすごい。すげえ。あ、じゃあ、あ、これか。今日の目的地、これですね。ここに僕たちは CD を置きに行きました。これを知ってる人はいるのか。いないな。これもう下北界隈、下北でやってるってバンドで言って言えないかもしれない。タワレコで無事業務を終え、飲みに行こう。はい、説明してください。はい、今、ネイバーフッド、子供買うぞ、スー、全バンド無料サンプル CD 置き終わりました。もうお仕事終わりです。今日の目的達成です。じゃあ飲みに行こうか。もうあと飲みに行くだけです。じゃあ酔い取れるだけです。じゃあタカちゃん、はい、ジャンプしてみよう。行くぞ。シュッシュッ。落ち着いた。下北沢、今日ここで一日散歩しましたけれども、ここはもう、言っちゃえば僕バンド始めて半分以上か、多分ここで育ったようなもんなんで、バンド以外でも、バンド以外じゃないな、バンド関係の先輩とかにもここで可愛がられ怒られしてきた町でございます。今日はタワレコに行ってきましたけれども、タワレコもそうですね。というわけで、ここが私のアナザースカイ。下北沢。下北沢。そこもう一回撮る。大丈夫。